れです、小沢さん草刈りしてて、うん、あれ僕何話そうって言いましたっけ草刈りのことで大変だったことってなんか印象的なことって言うんですか。印象的なこと、一番最初はまあ当時も暑くなり始めてたから大変だなとは思ったんですけど、やっぱり一番大変だったのが夏場、そうそう水分取ろうかな、でもまだここが途中だからここ終わったらって思ってたらもうそれをすっ飛ばして水分取らずにやってたっていうことが一番大変だったかな。その時にあれですやっぱ後々ちょっと来ました、体に。その時は大丈夫でしたね。その後すぐ休憩だったんで大丈夫でしたね。そうですね、なんか水分取らないとやっぱフラフラってなったりとかなりますね、しますもんね。一番ひどかった時がちょっと軽い熱中症だったのかな。一回昼休みにお家帰った時に足がちょっとピクピクっと痙攣じゃないですけど あって、いやいやいや確かにね、それが一番大変だったのかな。なんか草刈り云々じゃなくてこう農作業全般に言えますもんね。なんか背負ってとかね、なんかやっぱ女性ならではのなんだろう、農業をやっててなんか大変なことっていうか、なんか僕の偏見だとやっぱなかなかトイレ行けないのが大変だったりするのかなと思っちゃうんですけど、どうです。私はそこまでトイレ気にならないですね。まあなんかトイレ行きたくなるから水分をあんまり取らないようにしてるとかそういうこともなく、ではないですね。単純にまあもともとトイレ行く回数も少ないんですけど、まあまあまあ、そうか、仕事をしてても畑で仕事しててもあのちょっとトイレ行ってきますで行かせてもらえるのでまあ、まあね、なので大丈夫ですね。行くなっていう方もねそうですねこう農業やっててなんかやっぱなかなか女性で農業で仕事って、ね、なんか体力的な面でちょっと不安になるところとかあると思うんですけれども、小沢さんの場合はどうでした、その辺。最初はきつかったですね。でもやってるうちにまあ暑さとの戦いだけになってくるんで、そこまできついっていうことは大丈夫でした。大丈夫でしたね。その暑さの対策さえしとけば。そうですね。どうぞ、重いものとかどうです。重いものは基本的に大丈夫です。肥料と運びましたっけ。肥料運びました。肥料一回運んだかなぐらいでしたっけ。そうですね。なんかこれはちょっと重いなって思うものってありました。なんだろう、蛍光管の大きいやつですかね。あ、20リッターの。そうですそうです。確かにあれ重いですもんね。あれ重いですね。あれぐらいですかね。でもあれも運べないことはないんで。大丈夫ですか。まあね、よいしょよいしょでね、なんか急いで運べっていうとちょっとあれですけどね。逆に軽すぎて、おっと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 ってなることもあったから。そうそう。いや、本当、うちでも助かってますんで。そうですね。どうでしょう、小沢さんがこう農業やってて、この農業のなんか魅力って、なんかどういうところだと思います？私はやっぱ自然が好きなので、自然の中で働けるっていうのは、やっぱり、魅力の一つなのかなって。こうね、まあ僕ね、小沢さんのこと知ってますけど、まあ、ご実家も農家されてて、そうですね、いろんなこうお父さんお母さんの農作業とかこう間近に見てたじゃないですか。で、なんかそういうのを見てこう大変そうだなって思ったりとか。おじいちゃんおばあちゃんが大変そうっていうのは思いましたね。やっぱり当時も80超えてたのかな、記憶がある中では。で、その中での、梨の全部やってたんで。ああ、そっかそっかそっか。まあね、まあね。で、おばあちゃんに関してはもう腰が曲がっちゃってたから、棚なんですけど、それでも大変そうだな。
ね、まあ、徐々に徐々にやっぱ年齢に逆らえないところとかあるから、うん、そうですね。でも元気に働いてたんで、うん、やっぱり働けなくなるよりは働けてた方が、うん、畑に出て、出てた方が、まあ、活力になるのかなって。うん、確かにこうなんかあれですもんね、農業って、まあ、仕事の面もありますけど、こうなんかライフスタイル的なところもありますもんね。この季節が来たからこれやろうみたいな。そうですね。で、周りの農家さんとのコミュニケーションじゃないですけど、あ、今日あの人いたから元気だ、よかったっていう安心感もありますね。ありますね、確かにね。畑にいたっていう、ね、そうですね。しばらく見ないと、どうしたのかな、何かあったのかな、心配にはなるんですけど。そうやってなんか地域でみんなで生きてるっていう、なんかそういうところ、側面ありますもんね。はい、ありがとうございます。はい。